バイオリンとビオラのための競争交響曲編補長長 K364 は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが作曲した競争交響曲の一つである。1777年から1778年にかけてパリを訪れ、マンハイム学派の影響を受けたモーツァルトは、1778年にパリで当時彼らの間で流行していた競争交響曲を書いている。 その後、1779年にザルツブルクに戻ってから書かれたもう一曲の競争交響曲がこの曲である。競争交響曲は、独奏楽器がオーケストラと渡り合う競争曲とは違う性格を持ち、複数の独奏楽器がオーケストラと協調的に響きを作る性格を持つ。しかしこの競争交響曲の独奏パートは高く評価され、今日では、 バイオリンビオラの名手による二重競争曲として演奏される傾向にある。この曲では、モーツァルトは独奏ビオラは、すべての弦を通常より半音高く調弦することを指定している。独奏ビオラのパート譜は変褒蝶々の半音下の二調調で書かれている。弦の張力を上げることにより、華やかな響きとなり、さらにビオラが響きやすい二調調と同じ運指になることで、 地味な音色であるビオラがバイオリンと対等に渡り合う効果を狙ったのである。華やかに上昇するバイオリン、静かに深い世界へ向かうビオラという二つの楽器の性格はうまく使い分けられ、華やかながらも必ずどこかに陰影を帯びたモーツァルトの芸術性がうまく表現されている。すでに作曲された5曲のバイオリン競奏曲と異なり、第1楽章と第2楽章に、 モーツァルト自身の過電差が残されているほか、技術的な面においても、格段に高度になっている。演奏時間31分とモーツァルトの競争曲としては、比較的長大である。18世紀末には、作者は不詳だが、弦楽60奏用に編曲されている。オーケストラのビオラも2分になっているのが特徴である。3つの楽章からなる。演奏時間は、約31分。 モーツァルト自身はビオラを弾いたと言われ、ビオラの独奏曲はないものの、この競争交響曲の他にも、2曲のバイオリンと、ビオラの二重奏曲、クラリネットビオラピアノのための三重奏曲、ケーゲルシュタットトリオなど、ビオラの活躍する曲が多い。弦楽五重奏でも、通常の弦楽四重奏に加えられるのはビオラであり、弦楽四重奏曲、 ハイドンセットでのビオーラの充実ぶりも特筆される。チェロの曲で特に目立った曲がないのとは対照的である。オーボエ、フルート、フォルン、ファゴットと還元楽のための競争公共曲から実質譜は失われており、おそらく他人の編曲とされる、オーボエ、クラリネット、フォルン、ファゴットと還元楽のための競争公共曲、計297ビットが残っている。その他、 1778年11月に、バイオリンとピアノのための競争公共曲に長長、ケイアンハング56が、1779年は秋に、バイオリン、ビオラとチェロのための競争公共曲位長長、ケイアンハング104が手掛けられたが、作曲途中で放棄されてしまっている。後者には、オットーバッハによる、保筆完成版やサエグサシゲアキによる、 個室感成版がある。ありがとうございます。